アニル・ダワンは、インドの俳優。代表作には、チェトナ・ピア・カガーがある。社会運動家としても活動しており、アンナ・ハザレの掲げる腐敗撲滅運動に参加している。父マダン・ラール・ダワンは、ユーコ銀行の部長補佐で、1947年、ゴロに、ペシャー・アワルからインドに移住した。アニルは、カーンプルのセント・フランシスコ・ザビエル・スクール、クライスト・チャーチ・カレッジを卒業後に、 インド映画テレビ研究所に進学した。弟デビッド・ダワンは映画監督、老いのローヒト・ダワンとバルーン・ダワンはそれぞれ映画監督、俳優として活動している。息子シッタールト・ダワンも俳優として活動しており、孫娘と二人の孫息子がいる。アニルは俳優を志して、インド映画テレビ研究所の演技コースに入学した。同期には、ジャヤー、バッチャンがいる。 1970年代からボリウッドで活動を始め、1970年に BR イシャラのチェトナで俳優デビューした。1972年にバスチャ・テルジーが監督したピア・カガーではジャヤー、バッチャンと共演した。同作では希少ルクマールがプレイバックシンガーを務めたロマンスソングイエージバンハイが知られている。1986年のテレビ映画 ソネカ・ピンジャラでは、アディキア・パンチョリと共演した。1998年から1999年にかけてアシャ・パレクのテレビシリーズ、コラ・カゴズに出演した。2011年から2012年にかけて、テレビシリーズ、メーン、ラクシュミーテレアーン・ガンキに出演し、アルナイ・ラニット共演した。2018年には、シュリラー・ムラガバンの、 盲目のメロディーインド式殺人競争曲に出演した。ありがとうございます。